はいどうも皆さんこんにちは、もいけんです。それではね、今日は4日目ですね。このシリーズもね、もう4日目になりましたね。じゃあやっていきましょうか、4日目。今日はねスライムのガチャですね。スライムもちろんね、一番欲しいのはねこのダイヤモンドスライムですね。それ以外もまあ新生転生候補は欲しいとこなんですけど、まずはね、パス1日1回福引きパスからやっていきましょう。ね今回ね、まあなんだっけ、当たりどうなのかな。初日のドラグナーは嬉しかったんですよ。で2日目の首なしのゾンビはほんといらなくて、で昨日はあれだ、結構良かったよね。ハゲオタしてくれるね、なんだっけ、獣のやつねだったんですけど、ライオンみたいなやつね。で今回ね4回目ってことで金地図確定やっていきましょう。この後ね動画ね、前々回の第2回の、際のね質問コーナ ー、 それにね今回この後ね解説というかね、お話していこうかなと思います。じゃあまずね金地図ね、出した後おまけとしてね、まあコメントね、コメント読みいきましょうか。はい、書いてあるやつはねコメント、今回のね動画の下の欄に書いとけばねコメントは、まあまあまあいいんじゃないですか、いいんじゃないですか。僕3匹目かなこいつ。プリンセススライムじゃなくてプリンセスライムか。まあね、こいつはね、まあまあまあ化けるんじゃないですかね。うん、今は使わない方がね逆に3匹目なんで、もしかしたら化けるかもしれないんでね、まあ僕的にはまあいいかなという感じですね。はい、じゃあまあ、そんな感じでね、最後ね、あれやっていきましょうか。質問コーナーやっていきましょうか。まあ、この辺はちゃちゃっと。よしよし、出た。ね、僕ね、いつもね、これ楽しみにしてるのは、このクエスト回数券がね、まあ、欲しいんでね。レベル上げ用で。じゃあ終わりかな。リセットしよう。はい、じゃあ、この後ね、質問回答のーコーナーね、やっていきたいと思います。はい、それではね質問の回答コーナーね、いきましょうか。まず1個目、僕はドラゴンは、スカイドラゴン、ゾンビはデュラハーン、魔獣はジュリアンテでした。これでジュリアンテ星2ですわ。これ質問じゃないねなんか今回の動画ってゾンビ系の、地図の時に質問コーナーしたんで、自分が何当たったかっていうのはあれですねが多いかな。はい、じゃあレオコーンってハズレですか。あ、1番のあたりですってことで、もう回答してあるね。はい、なんだこれ、質問コーナーじゃないね。まあ基本まあみんな何が当たったかなんだね。レオコーン当たりました。はい、早速新生転生しましたが使えますか。あ、これ質問ですね。すごい使えますよ、ゾンビ系で。以前からね、昔から結構使えてたんですよ、居合斬りっていうのがね、リーグバトルで本当役立ってたんで。でさらにね、ちょっと最近はね、ここ半年ぐらいは使われてなかったんですけど、新生転生が登場したことでね、いきなりバイキルトっていう特性っていうかね持ったんで、それがねさらに、役立ってますね。さらに老化好きでしたっけ、あれで相手の素早さも下げれるし、対人でも使えるわ、みんなで冒険でも使えるわね、結構ね役立つ、いきなりバイキルト持った便利なやつになりましたね。はい、じゃあ次行きます。PSVR のレビューか実況お願いします。はい、僕ねゲーム実況者なんでね、これ買ってレビューしたかったんですけど予約できなかったんで、まあいいかなと思って後回しでしたね。結構やってる人いるんで、まあレビューねやった方がいいのかな。まあね、昨日かな発売したみたいですけどね。まあそのうちレビューっていうか僕は楽しみたいと思いますね。まあオンラインゲームの次は拡張かなって思うんでね。はい、じゃあ次、森川さん、コメント読んでくれてありがとうございます。一番大事なモンスターを撃ってください。はい。はい、じゃあ次行きましょう。うんち。で、その次が、ナイトキングだったがっかり。いや、ナイトキングは、まあ、悪くないんじゃないですかね。ナイトリッチになるやつかな。ナイトキングって、確か。はい、まあ、あ、まあまあ、悪くはないくはないか。まあ、民謀でも使わないし、使ってる人まあいないかな。確かにがっかりな方かな。ごめんごめん、やっぱがっかりかもまあ僕はね結構対人で使ったりするんで、もしかしたら星つけたらね、化けるかなと思うんで、
あれではないですけど、確かにあんまり登場しないかな。星が少ないとさらに使わないし。タムケンさんに質問です。今まで総額どれぐらい課金されましたか？どれぐらいだろう。スーパーライトに関しては多分80万ぐらいかな。他のゲームとか足したら多分100万は超えてると思うんですけどね。まあこれが多いかどうかは人によるとは思うんですけど、僕はまあそうかなって感じしますね。まあ結構人生ね楽しんでるんでね、そのうちの一つかなと思うんで、まあいいかなっていう感じですね。はい。まあ、お金の価値はね、そうじゃねえだろうっていう人もいるんでね、なんか何とも言えないとこあるんで、主観なんでね、ほとんどがね。はい。じゃあ次ね。僕はレオコーン来ました。お、いいじゃないですか、レオコーン。みんな結構、まあコメントくれてる人はね、喜んでる人が多いのか、レオコーン多いね。はい、ドラゴンでは、スカドラが流れてきました。明日も楽しみです。はい、じゃあこのシリーズね、多分見てくださってると思うんで、今日はね、ちょっと、プリンセスライムでしたけどね。まあ明日以降も、明日はね、ちなみに悪魔かな。悪魔すげえ人気なんでね、S スタが充実してるんで、結構話題、ね、上がってる感じですけどね。はい、じゃあ次ね。毎回、楽しく見ています。あ、ゆうきさんありがとうございますね。質問です。コラボしてみたい YouTuber はいますか？今度ね、星ドラね、明日かな？マルベリさんとね、コラボするんですけど、コラボとかね、全然 OK なんですけどね。私は内藤ゲームチャンネルさんの内藤さんの、内藤さんね、僕、2回やったかな。大阪の会場で2回お会いしたんですけどね、ほんといい人よ、内藤さん。なんか、いい人。なんかね、ああいう大会でもね、なんか、ガチ、目がガチ。マジ、動画のような感じじゃなくて、ちょっとね、研ぎ澄まされた感じでね、試合前はね、結構集中してる。この人真面目なんだろうなーっていう人。で、なんか設計かなんかやってんのかな？なんか、ツイッターとか見たら、なんかね、ちょっとまあ、どこ住んでるかとかはちょっと言えないですけど、まあちょっと喋った時ね、なんかどこ住んでんだろうと思ってね、聞いたんですよね。まあ、ちょっとその辺は言わない方がいいか。はい、内藤さんね、内藤さんどうなんだろうね。内藤さんなんか、なんだろうね、僕が結構ゆるゆるなんでね、ね、チャンスあれば、まあ、内藤さんとね、試合はしたことあるんですよね、対人で、ノラバトルでね。やってね、どっこいどっこいぐらいだったんですけどね。まあ、面白そうですね。僕ね、近すぎる人は何していいかとか、いい人すぎる人はね、何していいかちょっとわかんないですよね。なんかすいませんね。まあまあ、OKOK。はい、じゃあ次行きましょう。まあ、コラボとか全然ね、OK なんですけどね。私も同じデュラハーンで初引きでした。あ、デュラハーン初引きってなかなかですね。まあ、まだ、始めたばっかりなのかな。始めたばっかりというか、まあ、そんなに、溜まってないのかな、地図が。まあ、デュラハンはちょっとね、新生転生登場した当初からあんま使われてなかったのもあるんですけどね。はい、じゃあ、神殺しさん。あ、これ翔太さんですよね。まあ、覚えてますよ。はい、前の名前翔太だったかな。まさか読まれるとはってことで。はい、じゃあ、これ全部ね、一応読んだと思うんですけど、まともな質問あれだな。3つ、4つぐらいだったね。はい、じゃあ、今回のね、動画の下の欄でもね、コメントあればこれに関しては、ね、全部読むんで。まあ、書いといてください。全部読んでね。それに対してリアクションしたいと思います。うんちとかあるね。いいよね。YouTube でね、うんちってよく使われるみたいですよ。他の YouTube、なんか YouTuber のセミナーとか行ったらね、なんかみんなで話してて、この話題でね、10分ぐらいみんなで喋ってましたね。うんちは出すと、アクセス増えるって言ってました、みんな。はい、じゃあまあそんなの置いといてね。はい、じゃあ今回ね、質問回答コーナーと。前半のね、スライムの近地図でした。最後まで見ていただいてね、ありがとうございます。じゃあね、またね、また明日。悪魔系かな？はい、じゃあね。